リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。まずは皆様にお願いです。もしよろしければ、このチャンネルのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、概要欄などからですね、ぜひともフォローだったり、チャンネル登録だったりお願いいたします。それでは本日の本題に入っていきましょう。本日の本題は、レオパにトイレを置いてみようっていうことでね、はい、レオパのケージにですねトイレを設置してみました。で、実際にトイレを置いた後なんですけれども、実はですねそのトイレを置いた結果成功しましたので、ご報告として動画でございます。で、まあレオパのケージですね、こんな感じで100均で買ってきたプラスチックケースにハンダゴテで空気の穴を開けて、上はもうなんだろうね、すごいね、いっぱい穴開いてるね。湿気がねあまりこもりにくいようにっていうことで、かなり穴を開けた状態の飼育ケージになってます。まあね、湿度自体もレオパはね結構高めで、行わなければならないので、それに合わせてという状態でございます。はい。でね、実際に置いたのがこちら。はい。まあ、あの角に今うんちもうすでに入ってるんですけれども、うんちと尿酸ね入ってるんですけれども、レオパはね自分の巣からちょっと遠い位置に、うんちをすることが多いです。またちょっとね綺麗好きなんですよ、レオパって。なのでその綺麗好きなのをね、習性だったりを利用して、よくするところを観察して、そこに、器を置いたという状態になります。はい。この子たちはね、よくあの角にしてたんですよ。これ外すとね、ちょっとだけうんちの跡がプラケースについてるんですけれども、これですね。はい、ちょっとついてますよね。で、この辺がもううんちをする位置っていう風に、この子たちの中でもう、まあ覚えてるんでしょうね。で、2個あるんですけれども、この大きい方、右上の方ですね。これは、おそらくロペかなと。ロペ様、男の子ですね、ロペ様かなと。でこっちのちっちゃい方がルフ様、メスの女の子かなというところでございます。で2匹とも同じタイミングで、ご飯あげていて、で同じタイミングでおそらくうんちをしていると思われます。実際にうんちしてるところを確認してないので、憶測での今お話にはなるんですけれども、基本的にはそんな感じで、実際にねうんちがあそこでできたという状態になります。で、予定としては明日ご飯あげる予定なので、レオパはねたくさんご飯あげてしまうと太ってねなくなってしまうことが多いので、そういう風にはならないようにということで、1週間に2回ほどですねの2回のうち、明日があげる日になるかなというところなんですけれども、また明日もご飯をあげて、実際にあとはうんちがねご飯食べた後に、まあ当たり前ですけれども、うんちがするときにそこに行くかどうかっていうのをちょっと試していきたいところですね。で、まあルフの方はね、女の子はね一応2日に1回ご飯あげてるんですよ。なんでかっていうと、今交尾が終わった後で卵がね生成されるので、カルシウムが不足してしまったりだとか、そういうことが起きてしまうので、この子は2日に1回ですね。で、まあ、木曜日は、まあ、1週間ってね7日なので絶対木曜日にならないことがあるんですけれども、木曜日を挟む時はですね、水木金とルフの方にはちょっと少なめにご飯をあげてます。で、ルーティンとして、ロペのルーティーンはね、守ってあげたいので、そういう感じにしてます。なので、その日だけちょっと特別にルフにもご飯がちょっと当たるよっていう感じですね。理由としてはそのルーティーンの時に、どうしても両方、まあ、一緒のケージでね、ご飯をあげるので、ご飯にね、食いついたりとか、あとご飯食べたいなーっていう感じでルフも出てきちゃうので、で、ルフだけね、なんか、まあ、ケースに入れてっていうことも全然できるんですけど、ちょっと私的にかわいそうだなと思うので、ご飯のその時だけあげる量を変えて、調整してご飯あげてます。まあ食べるなら2人一緒に食べた方がねいいかなというところで、今実際には2人とも寝てます。中ではい、ちょっとだけ出してみましょうか。せっかくなんで思いっきり寝てるね。すげえ目閉じてたね、ごめんね、起こしちゃったね。はい、
2人仲良くこんな感じで入っておりました。よいしょ。実際卵はどうかな、生成されてっていますか。あーでも、んー、どうなんだろうな、まだ抱卵までは行ってないねこれね。あーでもなんかちょっとこうお尻のねここの部分に卵ができてくるんですけれども、ちょっと硬くなっているような気もするけど気のせいかしら、どうだろう。ちょっとロペ失礼するよ、まあ、ロペはね絶対にあの卵をね持たないからあれなんですけども、よいしょ。ああそうあうんうんうん、黄身を触ってみると確かに、あごめんそうだと持ちにくいな、ごめんね、こうだな、はいはいはい、よいしょ、うん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 、そうですね、あのこの感じでいくと卵がちゃんとできていってる気がする。あのルフの方が少しだけそのお腹の部分に硬いものがねありますね、骨ではないなって感じでしたね。はい、で今見ると、ここのウェットシェルターが少し水がね、あウェットシェルターに水入れようと思ったらこぼれてしまった、水がね入ってなかったんでウェットシェルターの水をね足していきましょう。え君まだ卵産まないでしょ、とりあえず入っただけそこ、まあ入ってねそこでね産卵できるような状況下が生まれているのであれば私は全然問題ないと思いますよ。ほまだでも卵ないでしょ君、産まないでしょ出ておいで、うん出ておいで、ほらはい出ておいで、うんいいよ、いつも入ってるシェルターの方行きな、ほらこっちこっち、はいこっちこっち、はいどうぞ、ほらシェルター入んな、飲み水もちょっとだけ少ないから少しいただきましょうか。で一応産卵床の確認はしとくけど、確認はしとくけどまだ1週間くらいだからね、交尾確認して絶対ないと思うけど念のため確認しとこうか、よいしょ、あんまり傷のつかないように丸先端がね丸い、ピンセットで少し取っていくよ、サラサラ、万が一あったら困るからね、まあ、ないよね、うんないねないね、オッケーオッケー。でちょっと乾燥してるのでここは霧吹きで少しだけね、水をね足しておきましょう、表面だけサラッとで大丈夫だと思います。さてさて蓋が閉めれない、よいしょ、はいはいはい、オッケー、はい、しばらくはねこの産卵床を入れた状態で、やっていこうかなというところです。水ちょっと追加して奥のウェットシェルターに水入れてって感じです。はい、っていうところでね、あのレオパのうんち置き場がうまくいきましたよというご報告でございました。いやー、あとはその子たちの習性を見ながらってところですね、あの新しく例えば生まれた子も習性によっては違うところにねうんちをする可能性っていうのは全然出てくるので、その子のうんちをする場所に合わせて設置してあげるといいかなって思ってます。でちなみにこっちが産卵した後に、孵化させるための、装置でございます。こっちに、ね、水があって奥に、実際にバーミキュライトかの砂、これと同じだとねが入ってるんですけれども、今その中に温度計を入れて、温度計がね中で一定の数値を保てるかっていうのをちょっと確認するのに、入れてます。で今のところね27度28度ぐらいかな、で湿度がね、85% ぐらい、ちょっと湿度高めかな、まあ、でも湿度に関しては少し高くても問題はないかなと思います。まあ、ただ実際ねレオパの孵化っていうところをねやってはいないので、経験値としてはないので、まあ、まずはやってみないとなというところでございます。百聞一見にしかずというところでございます。やってみないことにはわからないことも多いと思います。なのでまずはやってみようかなというところですね。はい、
やってみるとね、こういう感じでうんちでも成功したりしますので、もし、よくこの場所にうんちをするなというのが分かっているようであれば、こういう仕組みも試してみるといいかもしれません。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、インスタグラム、ツイッター、TikTok など順番をぐちゃぐちゃになっちゃった、各種 SNS ですね、やっておりますので、よかったらそちらもフォローお願いいたします。また、過去にたくさん動画800本ぐらいね上がっておりますので、よかったらそちらの動画も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。